黄金雲族の隠れ帯隠れ帯、白帯、スタビリメンタムは雲の縁毛に付けられた糸の装飾である。その機能は多くの説がある。日本では古くより雲の姿を隠す効果があるとの判断から隠れ帯の名が使われたが、そのような予見的判断を避けるため、専門用語としては白帯が使われる。八重山渦雲と隠れ帯スタビリメンタムは、 少なくても異なる9種類の進化をしてきたと言われている。鬼雲とトゲ雲は糸でスタビリメンタムを作る。彼らの仲間であるゴミ雲やアリサイクロザバイファーカは糸で作ったスタビリメンタムにさらにゴミや卵黄を吊るす。それらのスタビリメンタムは黄金雲から独立して進化していったが、アリサイクロザバイファーカのスタビリメンタムの装飾は黄金雲に似ている。 スジコガネグモの線形装飾隠れ帯は、コガネグモか、アシナガグモか、ウズグモかのいくつかの種類の雲でよく見られる。特にオーストラリアコガネグモなどが属するコガネグモ族が有名である。コガネグモ族の雲は、ジグザグ模様の隠れ帯を作る。他の雲も網のすべてのハブを覆う装飾を作る。隠れ帯の機能は多くの説があり、各種の雲はそれぞれ他の目的で使っているとも、 考えられる。一説には、姿をカモフラージュするためや、より大きく見せることにより、雲を守るためだと言われている。他の説では、雲の糸でダメージを与えられない鳥などの動物に、雲を目立たせるためだと言われている。当初唱えられたもので現在は退けられたが、装飾は網を安定させると考えられていた。最近の説では、隠れ帯は、紫外線光を反射させて、 獲物を引きつけるためとも言われる。紫外線光は多くの昆虫の種類にとって魅力的であることが知られている。その他、体温調節、ストレス、超過した糸の調整、単なる見た目の美しさといった説が提唱された。人間が近づいた際、スタビリメンタムを変形して網を振動させる現象が見られた。スタビリメンタムの目的は、 メスの繁殖期にオスを網に引き付けるためだという説が提唱された。1992年夏にスペインのカラホンダで行われた調査では、ヤツデコガネグモの網とスタビリメンタムの間にオスがいることが確認された。アロボーリスギブススを除く多くの薄グモは、スタビリメンタムを作ることを妨げられた場合、網の端で休んでから地面に落ちる。これは、 カモフラージュ説を支持するものだと言われている。薄雲のスタビリメンタムは、症状映えにとって魅力的だと言われている。黄金雲族などはすべて雲の糸で作成するが、ゴミ雲などの他の若干の雲は糸に加えて、乱納やゴミを使用する。これらの装飾は雲をカモフラージュするためだと言われる。そして捕食者から身を守っている。他の事象としては、女ウ雲は、 金色の種を網に乗せたりする。近年の調査では、これらの雲はより多くの獲物を引きつけていることが分かった。EB ホワイトは、雲の網のスタビリメンタムを観察した後、著書、シャーロットの贈り物のアイデアを思いついたと主張している。ありがとうございます。